今日正午過ぎ、東京都心で気温が30度を超え、今年初の真夏日となりました。5月中旬までに真夏日になるのは19年ぶりです。午後1時半ごろの中央区銀座では、日傘をさす人や冷たい飲み物を飲む人の姿が見られました。午後2時までの最高気温は都心で31.5度、練馬で32.5度。 八王子で30.4度、青梅で32.1度となり、都心では今年初の真夏日となりました。5月中旬までに真夏日になるのは19年ぶりです。明日も都内は真夏日となる見込みで、この時期は体が暑さに慣れていないことから、こまめな水分補給や日陰で休憩するなど熱中症対策を心がけてください。